うわぁ、よしおじさん、やばい、何ですか。ちょっとこの間さ、新婚旅行に行ったって言ったじゃないですか、はいはいはい、北海道行きまして、はい、バターサンド、え、いいんすか。どうぞ、食ってみ。いただきます。そもそも新庄さんもマルセンのそうバターサンド好きだらしいね。うん、いや懐かしい、うん、うまっ、めちゃめちゃうまい。俺の朝飯最高。どうだよ、北海道。もう食べちゃった。北海道、うん、最高。初日の2日目は函館。函館ってさ、青森寄りじゃん。うん、だから1時間20分ぐらいで羽田から着いて、降りて、まあ、車でちょっと進んだらもうホテルがあって、うん、でホテルが五稜郭あるじゃない、うん、コナンの映画であった、そうそばだったからそこに置いて、まあ車で五稜郭行ったりとか、五稜郭タワー、ラッキーピエロなどなどで、夜はね函館山に行こうと思ったら雲海がすごくて、ああ霧が、で初日は諦めました、はいはい、一応車で向かってロープウェイの手前まで来て、今日やめようかっつって、下にあるライブカメラみたいなの見て、そう何も見えねえよっつってで翌日の夜に函館山登って、はい、綺麗だったからで写真撮りました。はい、こんな感じです。最高じゃない、マジで綺麗ね、うん、ほぼリアルタイムで両親に送ってた気がするこんな感じ。函館山のもうほんと周辺に観光地があるっていう、うん、函館朝市とかさ、ね、赤レンガとかさ、はい、なんかそういうところがあって、写真スポットも多かったし、すごい充実してました、ねうん、でまあ見上げ話もね、ちょっとまた、あ、もう一個ありますよ。あ、後で大丈夫です。大丈夫ですか。はい、喋らせてください。うん、あるとは思うんですが、行ったことあるの北海道。ありますよ、函館。うん、マジで、うん、誰と。卒業旅行。卒業旅行、あ、噂の異性とかの1000円から5万円の、あ、そうもうあの時、かなちゃん大好きになったよね。俺、ただで北海道行ったから。やばまあね、まあ、ちょいその話ね。その話じゃない。え、まあね、北海道楽しんでいただきました、うん、で、その1ヶ月後ですよ。1ヶ月後、翔平さん、いや今日北海道トークって話だったじゃん。いや、別で話して。え、申し訳ないけど。えまあまあ、またじゃあ北海道は別で話しましょう。はい、なんだよ。ということで、まあ6月の13日僕誕生日祝っていただきました。あ、無意味なやつね。始まったよ無意味なやつ。はいはい、で、はい、8月の12日なんかあげたっけ俺誕生日。僕はこれもらったり、ああバッテリーもらったりとか、いろいろしたんですけど、ちょっと僕からも、あ、全部動画出したね。うんちょっと喋らせてくれねえかあげねえぞタンプレ。別にマルセ行く食べたって、ごちそうさまでした。美味しかったです、はい、まあなんでね、僕からもちょっと誕生日プレゼントを持ってきたので。いいんすか。はい、今日やっぱ誕生日だ。そういえばな、今日は12日です今日。うん、誕生日ということでちょっとね、プレゼントをお渡しさせていただければと思います。ありがとうございます。じゃあ取ってくんね。はい、あんま家まで取ってくんだろう、まさか。はい、ものの3-4秒。早っ。はい、買ってきました。え、アルペン東京じゃん。はい、仕事終わり近かったです。一つ目、はい、はい、こちらです。何これ。あれ、ロサンゼルスやん。ロサンゼルスだ。そういうことです。え、航空チケット。ちげえよ、さすがに無理。往復無理だよ。ということで、これ普段使い
とかでもできますし、なんか軽く車にこういう感じの荷物積みたい時とかにもいいんじゃないかなということで。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。この中に持ってみれば分かる、入ってる、あれ入ってる、あれ航空券入ってるかもしれない、なんかあれさすがに無理無理無理、札束無理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 、札束入ってるかもしれない、税金払えよ、結構重いぞこれ、税金払えよ出していってください。布系、服系、ね、ズボン系、分かんない、はい、かわいい、なにこれ、おー、サイズが俺サイズになっとる、めちゃめちゃかわいい、ありがとう。これあれなんですよね、一応ちゃんとメーカーがほら、なんだっけ、日本のさ、ファナティックス、ああマジェスティック、そうの子会社って言ったらいいのかな、今あれ今西武もなんかハリーグ球団は確か全部これそうなんだ、うん、だからね、もともとアメリカのメーカーだからサイズがあったすごいぞこれは、切れた、余裕で余裕で切れた、ただですねビッグシルエットの上にね、ただそうだ、すごい、まあ普通に普段使いはさすがに恥ずかしいだろうから、いやできるできる全然できる、とかまあ野球終わりとかでも白なんでね、爽やかに、やば、切れるかなと思いますので、フレピオ、これあれでしょ、来年多分俺の顔でこう出るでしょ俺の顔でしょ、デカビンでいやハムスター、俺うちのハムスターハムスター俺でしょ、来年の翔平 TV T シャツこれから、そうこれ作っていくと、そう同じような感じで、はいはい、やばー、かっこいい、ありがとう、これが2個目です、はい、じゃあちょっと次を、こんなにいいんすか、なんだこれ、はいはい、何これ、あ、タビオのショートスバージョン、へぇ、で、今 EBC じゃないですか、うん、ストレートロング履いてるじゃないですか、うん、ここまであると暑いでしょ、暑い、で、スパッツ履く時もあるでしょ、あるね、夏はないかもしれないけど、ある、そういう時にショートタイプの方がいいんじゃないかと思って、うわ、めちゃめちゃいい、超助かる、で、しかもこれ5本足じゃないですよ、やば、日本やし、そうやばっていう、ちょっとね、こんなのあるんだ、そうじゃあ旅スパイクも履けるんだ、あのメーカーのまあそういうことだねショートタイプなので、うんうんうん、まあだからこういう撮影の時とかでもいいのかなっていう、うんうん、そうですね、基本俺普通のくるぶしそうぐらいなんで、はい、まあこれは実用性あると思って、めちゃめちゃある、なんならあと 2,3 個欲しいぐらいだねごめんなさいねまあすごいいのかなと思って、そうですね、いやこういう系すげえ大事で俺の中で、滑り止め、はいはい、そう、ありがとうございます、よし、じゃあもう終わりだろう、まだある、あとねこれは1個はどうリアクション取るか分かんない、むずい、やそっちは実用性結構いい、これは実用性結構ある、リアクションは、ああ多分使えるわみたいな感じだと思う、じゃあこれね、はい、はい、バッテをかけるやつ、そういうやつ、だからそのまんま例えばリュックにしまっちゃいますとか、うんうん、だとこもるじゃないですか、うんうん、それを走行種だから匂いもいいしリュックにつけておけるし、あそういうこと、そうすごで、赤いなんか5本指のやつあるじゃないですか、うんうん、あれだと結構つけるの手間かかると思うんですよね、うんうん、それよりはコンパクトサイズ、えすごい、これあれだと思う、普通のなんか何おしゃなんか変身できそう変身みたいな、はいはいはい、え、すごい、どうつけんのこれ、こいつつけんだ、ここのね、ベルトのここのところによう考えますわ、だからカナビラタイプだから、多分大谷さんのグローブのさ、うんうん、あるじゃん、うんうん、あれみたいなイメージでつければいい、なるほど、こうだ、うん、めちゃめちゃいいやん、まあなんでバッテも持ち運びしやすいかなと、そうっすね、バッテ 3,4 個あるんでね、そうそうそう、車にね、はい、かかってるからね、そうっすね、これもうちょっとじゃあ今後ともこう増やしていかないとまあまあまあっていうような、すごいねこれ、これは実用性あると思って買いました、めちゃめちゃある、すごこれで、最後は、うん、なんだよって感じはする、多分なんだよ、そう、いや、なんでだよみたいな、いきます、はい、あれ色落ちそういうことそういうことか、そう、青買ってるの知ってたから、うん、じゃあ金買うかっつ、マジか、ありがとうございます、いや、嬉しい嬉しい嬉しいびっくりした、いや、そういうこと、そうで、逆に翔平さん買ったっつって LINE 送ってくれてすげえ助かったのが、サイズ乗ってるっていう、マジかマジかで、しかも色も分かったからこれは買いだろうと思ってありがとうございます、いや、嬉しい、そうっす、使えるわ、
からもこれで3分の2は取れたと。まあだからどういうリアクション取るかはあれだったけど、まあでも絶対被ってるもんじゃねえからいいかなと。いやいやいや、もちろんもちろん。いやもう何個あっても嬉しいでしょ。まあまあ、でこちらのねフィット感をちょっと確かめようかなと思いまして。いや一緒だと思うんだよね、それはね。これ両辺自分のは買わないの？俺は買わなかったね。なかったの？いやなかった。あのアルペンめっちゃあった。あ、めっちゃあったの？そう。バッテ？そう。なんで？だから俺の場合は翔平さんにもらってあれ使ってるから、うん、ひとまずはと思って。いや絶対作った方がいい。買った方がいいでしょ、自分のも。かっこよい。金もいいな、やっぱ。でこれだったらちょっと EBC 合わせやすいかなと思って。そうな、金あるかな。うわ、ありがとうございます。はい。いや全然なんだよってなんない、全然。まあなんでこれは正直ネタ。え、ネタ。ええー、これ嬉、まあ、しかったわ全然。その他は実用性とか普通に使えるようなものを。そうですね、今回僕からはお渡しさせていただければと思います。申し訳ないですね、そんな。はい、ありがとうございます。なんであの比較的実用性のものと、まあちょっとね、ちょっと大谷さんを同じ翔平だしってことで意識しながら、まあ、まあ、これもね、LA 買ったし、うわ、めちゃめちゃ嬉しい、マジで。まさかこういういいものもらえるとは。歌丸を司会者がいつ司会してるか歌丸攻撃いつ来んだろうと俺はそうだ、俺レギュラー10箱買ってやろうかなと思ってグローブ磨き用品をなんか大量、はい、もうセットで買われて、これで今度から自分でやりなさいっていう話が来て絶望に追い込まれると思ったけど。いやいやいや、俺の仕事なくなるから。あ、そっかさ最近やってないけど、ね、最近やってないけど。ありがとうございます。はい、まあ、嬉しい。あと今年も32歳の年をよろしくお願いします。33なんですよ、ね、あ、そっか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 、32終わっちまったんですよ昨日で。33の年もね。そうですね、はい、ぜひたくさん使っていただいて。はい、まあ、ちょっと、まあ、今年の目標はね、やっぱ減量というところで。え、じゃあこれちっちゃくなっちゃう？大丈夫？あ、じゃあ大きくなっちゃう？いやいや、全然ビッグシルエット着るんで。はいはい、減量したいと思ってるんで、どんぐらい痩せるのか楽しみですけど。まあね、本当はね、去年それを目的でね、あのプロテインとか買ったんだけどね。そうっすね。はい、あの今年だから持ち運びスムージーミキサー買ってやろうかなそれもそれで実用性あるし、まあ奥さんもそれだったら使えるからね、まあ、まあそうっすね、だったんですけど、まあでも去年買って痩せなかったかなと思ってそうっすね。今年はあの夜勤とかして、まあちょっと痩せたけどね、この間までのやつは、うんうん、痩せたけど、やっぱ体調崩すとやっぱダメやん。そうね、やっぱ取らなきゃなんないから、体調崩すと。体調崩すんだよな。無理せず、あんまり無理せず、うん、まあやっぱこうやって喉もこうやってなってるし、はい、今後ともよろしくお願いしますはい、ということで本日、8月12日翔平、33歳の、誕生日ということで、僕の方から、誕生日プレゼントをお渡しさせていただきました。ありがとうございます。ぜひね、コメントにお祝いの、言葉をお待ちしております。お願いします。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。